皆さんこんにちは、寝台コンサルタント INB スタイルの稲葉です。今日はですね、服装からも分かる通りとか背景からも分かる通り、福井ではないんですけども、今日はですね、兵庫県姫路市に来ております。で、そういうのもですね、岡山国際サーキットで開催される86レースとかビッツレースっていうのを見に、行く、予定なんですね。で、参りしてるって感じです。とにかくね、皆さん無事に完走できるといいなと思います。で、やっぱりですね、車っていうのをこう見てるとね、結構僕車好きなんで、スリリングだったりして、それが結構楽しかったりするんですけども、もう一つね、僕の観点から見ると、やっぱり体っていうのをこう見てしまうんですね。その選手を結構よく見ます。皆さんね、集中されるんですけども、その集中の仕方って結構こう黙ったりとかでやったりとか、ぼーっとしたりとかっていうのがあるんですね。で、僕からもね、一つ集中力を高める方法っていうのを今日、それをご紹介していこうかなと思います。という感じでですね、このチャンネルではセルフケアとかセルフコンディショニングなど皆様に役立つ情報を毎日だいたい11時半頃投稿しております。チャンネル登録とか高評価いただけると動画を作る励みになりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、早速始めていきます。結構こう集中するときってその人の、ルーチンがあるんで、それを崩さない範囲で、やっていただければいいと思います。で、3つほどあるんですけども、1つはですね、三大欲求を減らしておくということですね。脳は、1つしかありません。なので、その脳がこう肩とか叩くので向いてしまうと集中力が減るわけです。なので、その脳にあまり刺激を与えないようにすると、物事をこうちゃんと集中できるっていう形になります。ということでね、まず1つ、排泄浴ですね。これは簡単ですね。トイレにはちゃんと行っておきましょう。で、トイレに行っておくと、膀胱が圧迫されると結構こう神経っていうのは過敏になりますので、そこで集中力が途切れてしまいます。トイレにめっちゃ行きたい時にこう集中できてるっていうのはあんまりないですよね。もう一つ、睡眠欲です。これはですね、裏技があるんですけども、基本的には、よく寝ておきましょう。で、よく寝るとですね、脳のこう容量っていうのがあるんですけども、その容量が回復します。なので、よく寝とくっていうのも一つの方法です。逆にですね、徹夜しとくとですね、深夜テンションとか、ちょっとこう寝ないとドーパミンが出るんですね。で、そのドーパミンで元気になってしまうので、それでこう集中するっていう方法もあるんですが、長続きしないので、基本的には寝た方がいいです。はい。で、3つ目ですね。3つ目はですね、食欲なんですけども、食欲っていうのはですね、人間にとっては結構大事なものです。生物にとってかなり大事なものなんですけども、まず、言えることっていうのはですね、その前日の夜ですね、試合前日の夜とか、試合当日の朝とかにですね、油っ気をあまり取らないようにするっていうのが、一つポイントになります。というのはどういうことかと言いますと、脂肪分っていうのはカロリーが高くてですね、脂肪を取ると集中力が低下するっていうような、研究結果もありまして、その脂肪を取りすぎるとやっぱりこう眠気が出たりとか、するわけです。脳が満足してしまうんですね。で、満足しすぎてもうだらける方向というか、脳っていうのは あんまりこう毎日毎日働こうっていうふうに思ったりしないんですね。というのはどういうことかというと、例えばあなたがサラリーマンだとして、毎月の収入が30万円だったとします。で、そうすると毎月毎月ちゃんと働かなきゃいけないんですけども、たまたま買った宝くじがですね、1等賞1億円当たりましたっていうことでね、仕事を辞める方って結構多いんですよね。これと一緒です。脂肪分っていうのが、1億円だと思ってください。なんで、1億円ポーンと当たられてしまうと、仕事辞めようかなとなってしまうんですね。満足しちゃうんですね。ということで、あんまり脂肪っていうのを取りすぎると、こう脳が満足してしまいまして、集中力を妨げるんですね。なので、
まあ、試合前日の夜とかはタンパク質を多めに摂っておくと、まあ、いいかなと。もしくは少量食べとくっていうのが、いいです。で、試合当日の朝とかに、フルーツとか消化の早いもの、まあ、胃をこう満たしておくと、胃が上下に揺れたりするスポーツとかではと、やっぱりこう集中力っていうのが低下してしまうので、胃の中を、まあ、できるだけ少なめの状態にしておくといいです。はい、はい、ということでね、はい、ということでね、まあ、集中力を高める簡単な方法っていうのをね3つご紹介したんですけど、まだまだね集中力を高める方法っていうのはいろいろあります。ただね、まあ、試合の前日とか、当日ぐらいにちょろっとできるような方法をご紹介しました。はい、ということでね、以上、新大コンサルタント INB スタイルの稲葉がお送りしました。それではまた。